いつも楽しく見ています。人生相談です。よく休日に泊まり込みで対戦ゲームなどをしていた友達が近々結婚することになりました。本来祝うべきはずですが、もう休日に夜通しゲームをしたり、宿泊を伴う遊びはなかなかできなくな,なると思うと素直に言われず、向こう側に行っちまうのかと悲しさが勝っています。ハイタンさん、向こう側に行った側ではありますが、大人の岐路に立ち会い、また悲しみを乗り越えた経験はありますでしょうか。プロゲーマーの人生に、ね、は数多くの 本当にそうっすね。っていうかそのゲーマーの中で一番多かったのがやっぱりその忙しくなってゲームをやめたっていうことが本当にやっぱ多かったんですよ。まあ、その度すごいやっぱ寂しい気持ちになりましたね。あのまあ、結婚とかもそうなんですけどやっぱ仕事仕事が忙しくなったりとかでやっぱりその結局のところうんこうあの人には まあ勝てなかったなっていうとこまではちょっといかないかもしれんけどまあ強い対戦相手とかがどん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 やっぱやめちゃうんですよねやめざるを得ないその、ま、ずっとそのやり込みみたいな情熱を持ってできないからまあそのたびにやっぱり別れがありましたよねしかもその今ってプロゲーマーがあるからそういうことないんですけど基本的にはもうなんつうかなみんな勝手に弱くなっていくんですよ基本的に ゲー,マーってだってずっと同じ時間をゲームに避けるじゃないからだから結局その後追いこっちは下から行ってるつもりなんやけどまあその強い人たちもどん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 少しずつ少しずつゲームから離れていってまあ結局のところはもう対戦ができなくなるっていう風にで終わりっていうのがもう当たり前でしたからまあだからあそこはやっぱ寂しかったっすね。 うん、最後まで勝てなかった人とかいましたかいやそれがね思い返したらそれは確かにいなかったかもしれないんですけどただ結局はその勝ってるったとしてももうその人が弱体化した後ってケースはかなり多かったやろうね例えば前世紀のその人たちその人やったらジムに強かったかもしれんけどまあやっぱりどん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 うん。 原則はやっぱしていくし、モチベの差もあってやっぱり、うーん、でも弱くなっていくから、基本的に。まあ、そこでまあ、勝てってっていうことは多々あるんでしょうけど、まあ、みたいなね。まあそこはちょっと、そういう意味では数多くの別れ。あと、関西にいると結構、その、仕事で関東に行っちゃうとかもすごい多かったですね。あの、めちゃくちゃ強かったけど、例えば、その、有名な人やったら、セーバーやったら、カジさんっていう、リーリス使ってるカジさんとかも、まあ、俺がセーバー始めて、で、 まあかなり脂が乗ってきた頃やったけどやっぱり全然勝ち越すとかできなくてまあ毎週対戦してたんですけどでも途中で関東行っちゃって対戦できなくなったりとかまあそういうのもやっぱりうんまあ分かりの一つですよねいやでもほんまにいろいろあったなそういう意味ではそのゲーセンって結構そのアングラな世界なんですけどまあ言うて知れてるじゃないですかゲーセンのアングラ感って。 でもゲーセンでそこで止まる人もいればもっともっとアングラに行っちゃう人もいるんですよねだからすごい強い人やねんけど途中からもそのゲームの世界じゃなくてまあなんかそういうちょっと一緒には遊べないような世界にまで行っちゃってとかねうんそういう人もいるしうんだいっぱいやっぱありましたねそういう出会いと別れというのはまあそれまあ結構もその一つですよね まあだから俺は正直その結婚した理由っていういろいろあるんですけど、あのー、結婚したら毎日遊べるじゃないですか、家族と。だから結婚したかったっていうのは絶対あります。だってみんな結局やめるやん、ゲーム。って思ってたから。まあ今でもそうプロっていうのがあるから、あのー、そういうのも変わってきたんですけど、うん、結局だってみんな遊ばなくなるやん、友達と。でも家族いればもう毎日遊べる、毎日飯食えて、 毎日遊んで毎日ご飯食べて毎日お泊りしてできるんでそれはやっぱありますね毎週遊んで週末。